皆さんこんばんは。えー、大変ご無沙汰している、えー、ような感じですね。えー、もうこういった音声とか動画とかで、えー、なかなか、えー、皆さんにこう公開するということがですね、最近頻度的に少なくなってきました、えー。なんでかというとですね、一番の要因はやっぱり仕事が最近忙しくてですね、帰宅時間が遅いということがあります。 で、帰りが遅いとですね、えー、まあ、本当に遅いときは、まあ、2時とか12時超えたりするんですけども、えー、9時、10時とかに帰ってきたとしても、そこから先、えー、何するかって言ったら、まあ、飯食って風呂入って寝るというのがパターンですけども、えー、まあ、最近私が問題しているのは、えー、ご飯食べる時間が遅くなってしまうということですね。 これがね、もう、私も38になりますんで、えー、ご飯食べて、で、寝るまでの時間が短いんですよね。うんまあ、5時、6時に帰ってくれば、うん、それぐらいの時間に食べれば、まあ、えー、寝る実際のその12時、1時までに、かなりの時間がありますんで、えー、食べたものを消化しやすいのですけども、えー、まあ、9時、10時に帰ってくると食べてちょっとしてすぐ寝るという生活が繰り返されると、どんどんなんかこう、ベルトがきつくなってくると。 いう感じですね。まあ、あのー、私、会社でいつも5つ目の穴に、えー、ベルトの、えー、バックルの、えー、ベルトを通してるんですけども、うん、それがね、4つとかね、3つとかってなっていくのが怖くてですね、今、えー、5つでずっとこう、保持してるんですけど、うんえー、かなりもうパンパンなんですよね。体重がね、64キロ。 えーとか、まあ、たまにね、ちょっとピークになると5キロ、65、5になったりすることもありまして、私の身長172なんで、65ぐらいって言ったら大体、あの、平均体重なんですけども、うん、一時まあとき、62、3をずっとキープしてたんで、まあ、2キロも増えるとですね、まあ、かなりお腹周りがきつくなってくる。うん。で、まあ、本当はね、ベルトもっと緩めたいんですけども、えー、それやってしまうと、えー、どんどんどんど、んこう太、太る、まあ、えー、一方なんかなという。 え、気がして、えー、まあ、ベルトをきつく締めてると。うん。でも、その前にね、えー、もうちょっとこう、まあ、休みの日でも、えー、仕事してない時に体を動かして、うん。まあ、そういう、えー、カロリーセーブだったりとか、カロリー消費を、えー、に努めなくちゃいけないのかなっていう感じがしてます。うん。一番いいのはね、この間旅行行った時も思ったんですけども、毎日ね、えー、子供と泳いでたんですよ。プールでね。 あの、やっぱ泳ぐっていうのがね、全身運動で、で、熱くなる、なる、ん熱くなろうが、その何、何、えー、汗かくことがね、汗で気持ち悪いってことがありませんので、水の中なんでね。うん、そういった全,全身運動っていうのを、まあ、えー、定期的にね、継続できたらなっていうふうに思いますね。うん。で、まあ。 うん、体を動かすっていうことはね、やっぱ健康にもつながりますし、一時ね、走って、走ってた時もあったんですけども、走るとね、やっぱりね、こう、膝痛めたりとか、うん、なんかね、こう、後遺症的なもの残したりとか、まあまあ、年も年なんでね、しそうなんであんまり無理はしたくないな、というのがあって、うん、ちょっとこう、泳ぎたいな、という感じがしています。はい。えー、そんな近況ですね。 えー、そんなこともあって、なかなか天体写真に集中したりとかっていうことがなくてですね。まあ、えー、皆さんにこうやってブログの公開する、えー、ネタっていうのも、えー、システムの今準備進めてますとかね。えー、こういった、えーまあ、機材買いましたとか、うん、そういうネタはね、皆さんにこう公開できても、うん、こういう写真撮りましたとか、えー、そういったことはなかなかね、えー、お伝えすることができないような感じです。うん、まあ、えー、焦りとかはないんですけども、まあ今そういう時期なんかなっていう。 うん、感じですね、うん。何もしないっていうのは嫌なんで、やっぱり、えー、そういったこう取れる時期っていうのがあるじゃないですか。そういったね、巡り合わせのいい時にしっかり、えー、いいものがこうキャッチできるように、うんまあ、準備というのは、えーまあ、なるべく、えーそのまあ、努力の手というのは緩めずに、えー、継続していきたいなというふうに考えています。な、うん、えー、でしょうね、最近、<laughs> まあ、ちょっとね、そんなにね、こう喋るネタってないんですけども、まあ最近、えー、欲しいもの、まあ買ったものとかはね、いろいろ 6D 買いましたとかありましたけども、まあ別にそれが欲しかったっていうわけじゃなくて、えー、それが必要だったからまあ買ったわけでね。うん。まあそれを、まあ、使っていかなくちゃいけないかなっていう感じですね。で、えー、欲しいものって言ったらね、うん、今パッと思い浮かぶのは iPad?iPad iPad がね、ちょっと欲しいんですよね。 まあまあ、これも必要なんですけど、必要っていうかあったらいいかなっていう感じですね。えー、なんで iPad が欲しいかというと、えー、やっぱりね、この画像処理するときのね、写真を評価するときのその基準の一つとしてね、えー、補助的なその、まあ、確認ツールとして、あの iPad っていうのは非常に有益じゃない、有用じゃないかなっていうふうに思います。はい。 え、以前にもね、ブログにちょっと書いたことがありましたけども、え、iPad っていうのは、ああいうタブ、タブレット端末っていうのは、液晶ディスプレイと違って、え、モニターのその色温度とか、まあ、輝度は変更できますけども、え、ガンマとかね、そういったものを変更することができないんですよ。なんで、えー、まあ、えー、なんですか、写真を鑑賞する媒体としてはもう完全にこう、スタンドアローン状態。 なんで、えー、まあ、キャリブレーター使って何かこうね、ガンマの特性変えたりっていうことができませんので、逆に言ってしまうと、えー、まあ、万人がみんな持ってるその iPad っていうのは、同じような見え方をするわけですよ。はい。なんで、えー、そういったものを基、えー、軸として、まあ、ウェブ発信の時に、そういった、 媒体を睨んで、えー、まあ、公開すると、発信するというのが、えー、一つのその判断基準のツールとしては、えー、役立つんじゃないかなっていう感じですね。うん、液晶ディスプレイだと、下手に調整ができてしまうんで、やっぱりそれがこう、えー、災いの元になってね、調整が悪かったりすると、うんえー、他人様のモニターでは全然違う、えー、まあ、色とか、会調に見えたりとか、うん、色が濃すぎたりとか、 明るすぎたりとかっていうのはありますよね。うん、なんで、えー、まあ iPad はね、逆に調整できない分、うん、まあ誰が見ても同じ。まあ軌道以外はね、えー、まあ一緒と、うん、いうことなんで、まああのー、せっかく買うんだったら、まあ今現行の iPad じゃなくて、えー、今度、えー、第4クォーターに出るであろう、えー、そういった新型の iPad を、まあそういったね、回線契約とかなしで、うん、まああのー、単体でね、 三、えー、3、4万出して、えー、買えたらな、っていうふうに思います、うん。で、それをね、別にその、ネット閲覧とかで使うというよりも、どちらかというと、やっぱり、まあ、写真をウェブ上で、人様のやつをこう見たりとか、鑑賞して楽しんだり、で、えー、写真を編集するときはですね、えー、あの、エアディスプレイってありますよね。ああいったものを、えー、液晶ディスプレイ、モニターの横に、並べて、で、 え、まあ、自分がこう処理しているモニターで、横にその iPad のモニター、同じようなこう画面がね、サブディスプレイとしてこう表示されてね、うん、その天体写真がね、最終仕上がりとして、印刷の最終形としてえ見なくちゃいけないのは、その液晶のね、パソコンのモニターですね、うん。で、え、まあ、ウェブに発信する際にこういう感じで、まあ、発信するんだなっていうのを、まあ、その表示を確認するツールとしては iPad を使うと。 うん、いう、まあ、墨分けができたらいいかなっていうふうに思います。はい。今まではね、えー、まあ、sRGB の汎用、まあ、安いモニターで、えー、まあ、なるべくこう、みんなが持ってるであろうモニターで、えー、まあ、それをシミュレーションするというのも一つの考え方で、えー、あったんでしょうけども、うん。 まあ今はね、そういった、今の時代は、まあそういうタブレット端末、まあ iPhone、あの、始めとしてですね、そういったもので、ピンチンアウトでこう拡大したりとかね、縮小したりとか、そういう表示が可能になってますんで、うん、まあそういったところに追いつくべくですね、そういったものを導入したいというふうに思います。ただね、えー、iPad だけに依存するというのはちょっと逆によ,よくないと思うんですよね。うん、あれは一つの判断目安、 の、えー、基準としては、えー、いいんでしょうけど、あれを完全に、もうあれだけで全てプリントもウェブも、えーまあえー、一貫して仕上げてしまうと、ちょっとね、またガンマの特性っていうのがね、えー、印刷の、えー、パターンと、えー、違ってくるんで、うん、なんかちょっとこう、暗くなりすぎたりとか、うん、判断を誤るような要素もあるような気がしてます。はい。うん 普通のこうグラフィックモニターで、えー、印刷目的で、えー、調整したものと、やっぱり見え方とか、輝度とか違いますんで、うん、あれを一つの目安にするのがやっぱりいいのかな参考程度にね。と、うん、っていうふうに思います。うん、なんで、えー、まあ、えー、秋冬ぐらいにもし、えー、出てくるんであれば、えー、そういったものを、うん、ちょっと今、えー、購入を検討しているような感じです。はい、それ以外の欲しいもんなんだろうな。 欲しいものというか、今ね、えー、手元にあるもので、やっぱりあの、コーアのプロミナというレンズですね。あれは、この間ね、風景写真撮ったら、ものすごくシャープだったんですよ。うん、星がね、やっぱり、天像で映る。フルサイズの周辺で天造、天、うん、像を留めているというのは、すごいことなんですよね。ある意味、あの、そのカメラレンズでね、天像になっているというのはすごいことなんですよ。うん、で、そういっ 写りのシャープな光学系で風景写真を撮った時画面のねわざわざこうちょっとこうやらしいですけども画面の四隅とかにそういう細かい木とかね細かいそういう改造、えーまあ、評価ができるような被写体を置いておいてで写すわけですよ。 F,、えー、5.6というかレデューサー付けと4なんですけど。で、6D の拡大画像とか当倍 200%, 200とかで見るんですけども、すんごい細かいんですよね。うん、あんまりにも細かすぎて、なんか義色が出てるような感じうん。に映ってます。うん。だからね、星が点に映るっていう時点で、もうそのレンズの評価としてはもう本当にバッチリですよね。うん。っていう風に思いましたね。改めて。 はい。あの、コーアのレンズは、ものすごい、あの、性能を秘めた。まだね、えみんな使ってる方というのは、あんまり聞かないですよね。うん。やっぱり、ニコンとかキャノンのレンズというのが、まあ、皆さんやっぱ憧れでもある、ありますし、うん、そっちの方はやっぱ使ってみたいという、えー、まあまあ、 もしくはね、えー、まあ最近出たその高橋の天体望遠鏡だったりとか、まあいろいろありますけども、そういう望遠鏡を使って星を映したいという方がやっぱ圧倒的に多いとは思うんですけども、ああいったレンズというのはね、うん、あれないというか、うん、まああの、下手にね、IS とかそういった機能ついてないですし、うん、まあ鳥専用とかね、ああいうスポッティングスコープからこう派生して、うん、あの、できたものだとは思うんですけども、 本当に性能高いと思います。うん、星に使うには本当に、うん、優れもんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。なんで、まあ今お借りしているような状態ですけども、うんあのまあ、風景写真とか星の写真を撮ってみて、あ、これはすごいなっていうふうにちょっと感動しました。うん、久しぶりにね、そうやって光学系で感動したという感じですね。はい。 やっぱりね、あの、フルサイズしっかり、えー、全面結んでくれるぞあの、望遠鏡とか、えー、レンズっていうのは、手放したくなくなるんですよね。うん。だから、イプシロンもね、あの、本当何度かね、売ろうかなと思った時あったんですよ。うん、カメラレンズに僕がハマってる時に、えー、3ニッパのあの、MTF 曲線は素晴らしいと。新型のね、うん。旧型はまた全然違うんですけども、あの、新型の、 300mmF2.8LIS2 ってやつかなうん。あれがすごい。うん。ということで欲しかったんですけど、でも思いとどまったんですね。やっぱり、いや、それでもやっぱりイプシロンの18センチの反射にはかなわないだろうと。うん。で、まあ結局ね、こう、まあ、いいものっていうのは残るんですよ。売らずに。うん。 ですね。で、まあ、シグマの 150mm のレンズも、あれもまた、えー、一つ素晴らしいレンズではあるんですけども、やっぱりイプシロンとかのコアのプロミナーに比べると、まだ今一つな感じがしますよね。開放で、なんかこう、フレアっぽくな,なりやすいとかね。うん、ちょっと甘くなりやすいとか。色収差だけはもうほんと抜群に出ないんですけども、うん、そういった、もうちょっとここが惜しいなっていうのがあったんです、ですよ。はい。だけど、このコアのプロミナーはね、 うん、本当にすごいですね。星が、まあちょっとね、やっぱりカメラレンズ、まあレンズ構成枚数の、まぁ、あ、枚数の多さっていうのがありますんで、うん、そこら辺はね、ちょっとこう歪んだりとかいうのが、まシャヤの周辺とかではあるんですけども、それにしてもね、やっぱり結造、えー、性能というのが素晴らしい。はい。えー、いう感じがします。 はい。まあ、お借りしてる、まだ、えー、感じですけども、お借りしてる状態ですけども、うん。まあ、えー、次の、また新製品、次の新製品と、うん。こう、の、そのレンズというのは目が離せないなっていう感じがしました。はい。えー、あとはですね、6D についてですか。まあ、やっぱりまあ、システムでね、最近 6D 買いましたということで、えー、いろいろとこう、えー、記事に書かさせてもらってますけども、 6D についてはね、特にね、あの、いいとも悪いとも思わないですね、今のところ。天体写真撮ってないからかもしれないんですけども、今まで私はずっとえ一般撮りに X4 を使ってまして、うん、で、そのノイズ感とか、うん、まあ、そういったものを基準にまあ、話をしてるんですけど、うん、特にその、ダークノイズが少ないとか、うん、いまあ、好感度に強いとか、うん 強くそれを実感するという感じはしない。まあ、比べてみると多分、うん、6D の方が上なんでしょうけど、うん、これはすごいなっていう感動まではありません、今のところね。はい。まあ、フルサイズだから、ファインダーが広くてね、うん、で、画質がいいから、まあ、気持ちいいなと、いうのがあるだけであって、うん、6D だからどうっていうのは今のところないですね。まあ、今後の楽しみとしてですね、それは、天体写真で活用して、 まあ、カラーアシストということで、まあ、L にそこをブレンドするとい、えー、った手法でね、うん、まあ、やっていきたいと思います。ちょっとね、あの、その、カラーアシストという方式も、まあ、僕の中ではいろ,いろこう、不安材料っていうのはいっぱいあるんですよ。うん、だけどもね、まあ、まずはね、ちょっとこう、始めてみないことにはね、えー、まあ、いろんなこう、問題点も見えてきませんので、うん、そこら辺のところを、まあ、ええー、今後徐々にね、うん、やっていけたらいいかなと。 で、システムっていうのは一度構築してしまうと、ずっともう、まあ手を抜いてても、うん、お気楽の気分でやってても、それはもうついて回るスペック性能というか、まあ、えー、結果がついてきますんでね、うん。セットになって結果がついてきますんで、うん、だから、えー、いいシステムを、えー、構築してしまえば、うん、そのいい結果っていうのが、まあ、とかね、安定した結果っていうのがずっとついて回るわけですよ。無意識にね。なんで、 えー、まあ今そういう時期かなと。まあ取れない、まあ、仕事も、えー、なかなかこう天気との巡り合わせも悪くて、えー、そういったところに注力して、まあ、えー、いざ自分がね、えー、もうちょっとこう今楽、今よりも楽になって、えー、取れるような時期にですね、うん、どんどんこう、まあ当たり前にね、いい成果が、今よりもいい成果が残せたらなっていうふうに思っています。イプシロンもね、やっぱね、もう2年3年4年後ね、もうずっと使ってるとですね、もう なんマンネリ化というか、うん。やっぱりね、あの、この対象、を新たな対象を取りたいという気持ちよりも、クオリティを上げたいというね、そういう気持ちの方が僕強いんですよ。なんで、同じようなクオリティしか取れないんだったら、取ってもつまんないな。いや、それが違う対象であってもね、うん、つまんないなって思ってしまうんですね。なんで、えー、ちょっとでもクオリティを上げるような、えーまあ、仕組みというかシステムにしたいと、うん、いうことを常にこう願っています。 はい。なんで、えー、まあ、その一環として今こういうことをやってますけども、まあ、一つの賭けですよね。うん。まあ、星の色だけを、まあ、抽出してという。うん。画像処理でね、うん、まあ、そういう、ちょっとこう、難しい部分があるのかなという気もしていますし、うん、いやいや、画像処理なんてね、うん、もうそれはテクニックでカバーするよと。それよりも、本当にデジカメの画質っていうのは大丈夫なのっていう気もしますしね。うん。 まあでもね、デジカメで成果を上げられてる方のそういう素晴らしい作品を見てると勇気づけられますよね。あこんなにデジカメでも出せるんだと、うん、いうふうに思うとあそれを、まあ、贅沢だけどもそれを RGB のカラーチャンネルとして活かす。うんね、RGB で、えー、RGB フィルター3色分解でわざわざ交換して、えー、5分かけ2枚とか10分かけ2枚でね1時間ロスするよりも、うん よっぽどね、同時撮影でずっと走ってってもらった方が、2時間、3時間 L 撮った時にですよ。RGB っていうのは、まあ、例えば5分だったら、3時間180分で5分って言ったら、えー、何枚になるんだ ?5、3、十5の36枚。んうん、そうそう。5分三36枚撮れるんですよ。カラーだとね。あの、デジカメだとね、うん。で、それをコンポジットして、うん、で、それを AB チャンネルに使うということなんで、相当、 うん。色のその滑らかさ変な、こう、ぼかしテクニックとかを使わずに、うん。本来の発色、あるべき発色で、えー、表現できると。うん。言ったところに、まあ、あの、かなり、こう、強い期待を、うん。抱いています。はい。それがね、本当に合成上とかね、画像処理上,上うまくいくのかどうかというのは、まだわからないですね。はい。デジカメ自体の性能ね、まあ、えー、ましてやね、非冷却デジカメなんで、うん、そこら辺がね、本当に、 ええー、まあ、ダーク原産を含めてうまくいくのかなというのもね、ちょっと不安です。はい。まあ、不安がいっぱいですけども、なかなかそういう方式で腰だけはこっちで、で、それ以外の周波の低いところはこっちでとかってやってる人を見たことがないんで、うん。うん。まあ、新たな領域かもしれないし、まあ、やっぱり不安というのがどうしても付きまといますよね。失敗したら嫌だなっていうのね、恥ずかしいなって。 うん、いや、本当に完全に成功してから、うん、みんなにこう、公開しようかなとかね。うん、いう気持ちもあります。うん、ただちょっとね、自分をこう、追い込んでいかないことには、うん、自分もなかなかね、うん、まあ、死の重いところがありますんで、うん、そういったところをこう、まあ、先に宣言しておいて、有限実行したいなと、うん、いう感じもします。はい。えー、まあ、そういう、まあ、近況ですね。うん、ここ最近の動きというか、動きは、まあ、 アクションはしてないんですけども、まあ、準備を進めている段階ということですね。で、それ以上に、まあ、私生活の方が、ちょっとこう、いろいろあって、なかなかこう、天文の方に身が入らない、うん、というような感じです。はい。まあ、近況の報告で、まあ、いろいろ、こう、話をさせてもらいましたけども、まあ、なるべく近日中にですね、まあ、今週は天気悪いみたいですけども、 結果を出して、また皆さんにご報告できる日があればなというふうに思っていますので、よろしくお願いいたします。ということで、本日は以上です。ありがとうございました。